この中のお出汁もですね、とっても美味しく召し上がれますので、一緒にかけちゃってください。それでは早速作ってまいります。セブンイレブン国産サバ水煮の缶詰。そしてトマト丸1個使ってまいります。ミニトマト1パックでも結構です。トマトを切ってまいります。今回は8分の1に切っております。皆さんはですね、お好きなサイズに切っていただいても結構です。そしてひと手間ですね、皮をもし剥いていただけたらもっとですね、お味が染み込んで美味しくなりますので、お時間あれば皮を剥いてみてください。トマトを切っていただけましたらボウルに入れておいて、続いてですね、大葉を刻んでまいります。丸めてから切ると綺麗に早く切ることができます。大葉を刻んでいただけましたら、続きましてサバ缶に移ってまいります。サバ缶は丸ごと1缶使ってまいります。いい音。缶詰取っててね、めちゃくちゃ食欲をそそる音ですね。さあ、そしたらサバ缶を崩してまいります。しっかりと崩していただきましたら、トマトに丸ごとかけていきます。この中のお出汁もですね、とっても美味しく召し上がれますので、一緒にかけちゃってください。そしたら軽く混ぜていただいて、続いてお味をつけてまいります。まずはオリーブオイル、エキストラバージンオイルがおすすめ。オリーブオイルを大さじ1入れてまいります。サバとオリーブオイル、トマトとオリーブオイルの相性もバッチリでございます。続いてめんつゆ、私のおすすめ人弁のめんつゆ、こちら3倍のめんつゆ大さじ1で参ります。まあ2倍でも大さじ1で全然大丈夫、ストレートでも OK。 皆さんのお家にあるめんつゆで楽しんでみてください。そしたらしっかりと全体に調味料が行き渡るように混ぜていただきまして、盛り付けてまいります。トマトとサバ別々に盛り付けても綺麗なんですけれども、あえた方が味は美味しいんですよね。なんで今日はしっかりとあえております。そして盛り付けていただけましたら、最後に大葉を上に盛り付けていきます。緑と赤がとっても綺麗。超簡単にデパ地下風のお惣菜が完成でございます。いかがでしょうか。ぜひ試してみてください。